はい、ともみさん、こんばんは。いかくんです。今日はですね、アーニ2の、ミカ編の方をやっていこうかなと思います。そう、たけし編はもう前回で終わったんでね。お、たくろう、もうひろし戻ってきてるんじゃない？みんなのところへ帰ろうよ。たくろう、もうは歩くの早いよ。歩くの早いよ。おっと、この下のパソコン。コア i7 ですね。いいですね。ちょっと見た目が嫌ですね、でも。見た目も大事ですね。やっぱりパソコンって言うとね。でも中身が一番大事なんで。あ、何か挟まってる。ハンカチ。文字ばっかりね。さ、こっちは蜘蛛の巣ですね。何もないようですね。はい。さ、こっちはなんか行けそうにないんで、まあこっちの方行きたいんですけど。行けるか？拓郎どこに行ったんだろう。え？行けないの？え、でもこっちは無理そうだよね。無理そうねって書いてあるんだけど。え、ハンカチって何をするもの？まあ、そりゃ使えないよね。ハンカチって手に入れたけど、え？早速ヒント見たくない。てんてんてん。あ！てんてんてん。いたたたた。どうやって行ったのよ。行ったんですか？さあ、じゃあこっち行きますね。これ、この三角のやつ、今まで出たことありますよね。おっと。わー、ネズミだー。また、そういう系ですか？ちょっと待って、また喋れない。もう、ろれつが回んない。ん？あー、見えなかった。何か？ネズミが何か持っていった？さあさあ、やっていきましょうね。うおー。ここ一回来ましたよね。もっと奥、どこまで行くの？さあ、じゃあ行きましょう。ネズミを捕まえないといけないんですけど、まあ、こっちにいたんで行ってみましょう。おお、びっくりした。うわ、瓦礫？なんで？あ、待って、なんかありそう。お、ネズミいますね。さっきの、いけたっしょ。こういうのびっくりしたらですね、したらすっごいもう喋れなくなっちゃうんですね。もう喋りたくなくなる。さ、え？あ、違うよ。何してんだよ。あー、またお、最初からか。はい、はい、じゃあこの辺はもう行きましょう。うん。ここでハンカチを手に入れて、ここ行って、もう連打します。で、ここで、チューチューしたものが来まして、ネズミ来ましたね。おっと、下のカメラもいいですね。これも欲しい。ですけど、まあ今日は青鬼なんで。はい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 。連打しますよ。ちょっと操作ミスが多い。うー。よし、この辺でセーブしましょう。じゃあ、たけしじゃなくて、ひろしで行きましょう。ひろしの方でセーブして。よし。これで青鬼が来る。はい、来た。いきますよ。はい、はい。え？あ、そうだ、ダメだ。いけれないんだ。あー、忘れてた。あー、なんだなんだ。そっか、え、瓦礫に覆われたってことは、え？えー、え？あ、こっち行けるの？こっちは右行けないんで。よし、オッケー。よいしょ。あ、間違えたー。そんな奥にあると思わないよ。よし。これ一回一回広告みたいなのが出るのは、ちょっと、あれですね。すぐシュッと下行って、左に行く。オッケー。ボックス入れるか。はい、間違えた。やばい。ちょっと、操作ミスがありますね。あ、いいとこにタッチペンがあるじゃないか。タッチペン使ってみよう。タッチペンっていうのか知らないけど。あー、ちょっとやりにくい。はい！あ、これはいける。
タッチペンダメやん。多分来るんで起きましたね。はい。ってことで、次行きましょう。あれ？OK。はい。どうやって行けばいいんだ？これ奥鍵かかってるから、こう行って、こう行って、まあ適当にこっちとか行きましょうか。鍵かかったりしないよね。まあいいでしょう。行きましょう。さあ今日で三日編、今日と明日で三日編はいけるのか。ほい。間違えたー。じゃあ奥行きましょう、奥。なんでやねー。はい。そういうこともありますよね、やっぱり。この一回一回この広告みたいに出るのやめてほしい。さあ行きましょう。すぐに左行くよ。はい。おい、ダメ。なかなか難しいですね。じゃあ奥の方行こうか。奥の方のあの扉。鍵がかかってないことを祈りますけど。はい。よいしょ。なんでー。鍵かかってんのか。ちょっと待って、これは厳しいぞ。下手ですいませんね。いきますよ。今度こそ。よいしょ。これですぐ来ないかな。来ないか。ダメか。来ました。ありがとうございます。本当にこれは難しい。いいのか？ただ僕が下手なだけなのか？多分下手なだけですね。よし。成功ですね。で、どうすればいいんだ？これ全部鍵かかってるよね。ハンカチとか、でも、ちょっと待って。なんかヘッドホンがおかしい。こっちに、冷蔵庫の鍵？じゃあこちらへん、あ、待って。さっきなんて書いてあった？冷蔵庫。あ、ここですね。寒い！そりゃ寒いよ。めっちゃ光ってるやん。これはなんだ？おう、待って、なんか雲みたいなのあるけど。あの寒いやつですかね、冷気？何もないようですね。これ全部見ていくの？待って、難しい。パパッと奥行きましょうか。あ、光ってるのがある。釘抜き。待って。どこにいるの？なに？どっち行きま、あ、遅い。扉が凍っている。こんにちはね。すっご、凍りかけた猫背の巨人に追いつかれてしまった。巨人なの、それって。青鬼じゃないんだ。コア i7 のパソコン欲しい。あ、セーブするの忘れてた。あ、待って、これさ、難しい。あ、いけた。いけちゃったわ。簡単でしたね。さあ、今この目の前の机にファンタが置いてあるんで、ファンタ飲みたいですね。OK。遅い。OK。じゃあ、待ってよ。これ取って、あ、待って、これ奥いけるんじゃない？セーブ。セーブはじゃあ、まあこの新しい方でいきましょう。よし。これ奥行けれる？ぽい？あ、行けれるじゃん。開かない。釘に打ち付けられているようだ。おっと、釘抜きがありましたね、今。じゃあそちらの方で、OK。来たらすぐどっち行けばいいんだ？
こう言って、明日の階段の方に行きましょうか。待って、ここでセーブもしたい。新しい方で。ふう、なんか怖い広告ですね、これ。よし、行きますよ。はい、ダン。来た。行くぞ、行くぞ。あ、待って待って。あ、危ない、危ない。おお。待って待って、これどうすればいいんだ。来るな。あ、やばって、これやばいじゃん。ドアの取っ手がない。取ってなくても、なんとかしようよ。これちょっとサムネにしたい。取っておきましょう。端末に保存。ん？ OK。じゃあ、いきますよ。はい。なんで急に動くんだよ。なんで急に動いた、今。だから、おっと、間違えた。どれだ？これですね。これ取ってからどっち行けばいいんだ？こっちは確かダメだから、扉が、あ、待って！ハンカチ。使えないの？なんか凍ってて、ダメってやつ、なんか、ペットボトルとか、瓶のさ、蓋であるじゃないですか。なんか硬くて、なんかタオルでやるとか、そういう感じ？そういう感じじゃないですか？だから多分開かないドアを、これで仕留めるはず。ちょっとじゃあ、取っ手が開かないとこ、取っ手が開かない？違う違う。え？なんで？何これ何これ？どういうこと、どういうこと、どういうこと？どうやってでも生き残ればいいの？取っ手が凍っているだし、あ、扉が凍っているでしょ？だからハンカチで、でも、どっか入れるの？あ、でも入れないよね。ここはいけないよね、でも。どういうことですかい？こっちでもいけないしね。どうすればいいんだ？こっちはなんか、鍵がかかっている。せめてここだけ、なんとか、行きたい。行きますよ。はい。釘抜きでしょ？でもこれ、こっからどうすればいいんだよ。待って、本当にわかんないんだって。本当にわかんない。待って。これわかんないんですけど。待って、もう30分ぐらい動画撮ることになってる？あ、その前にどっか違うとこ行く的な感じですか？これは多分ダメだから。これ？わからない。待って、本当にこれわかんない。どっからまず来るの？あ、なんかこれ閉じ込めるみたいな感じ？でも閉じ込めれないよね。扉が凍っている。これでなんとか。あ、ダメじゃん、これやったら。でもこっち行けないしね。こう行けないかな。動かせたりしないの？あ、ちょっと待って。ちょっとわかったかも。
ちょっと待って、ちょっと待って、待って。まあまあ、まずこれで当たりましょう。わかったかも。本当にここばっかりに時間かけてすいませんね。こういうの下手なもんで。まず、あ、待って。あ、ダメ?じゃん。か。あ、いや、いけるいける。これ使うんだ。これを、こう。まあ、これはいらないとして、こうするんですよね、まず。で、こう来たやつを、なんとか、ん?あれ、待って、ダメじゃん。ダメじゃん、結局。これで、こう出し、待って、これこうやっていけばいいんじゃない?あー、OK です。違うよ、これ。わかった。あ、やばい、こっち行っちゃった。青鬼ってどこから来るんですか、まず。で、これでこうして、で、こう、マジで?やばい。当たるしかないよね。待って、わかんない。これだけは本当にわかんない。なんだ。これ、ちょうど抜け出せるまでちょっとやるんで、よかったら、あ、待って、やっちゃった。カットしてください。あ、カットじゃない。飛ばしてくださいね。これで、これで、あ、ちょっと分かったかもしれない。来た、多分来たよ、これ。なんとかして巻くんだな。こう来てから、こうしてこう来るから、え?でもダメじゃん。なんとかできないかな。うわ、ダメかな。これを使えないかな?こう。ん?ダン。ダメだ。これを。本当にわからない。いきますよ。はい、OK。来る。そしてこう来たときに、来い。もうダメだ。これの抜け出す方法は知りたい。ここまで来て攻略を見るとは。ヒントはね、確かに見てもいいんですけど、まあ、多分ヒントを見るまでもないんですよね。あ、背中が痛い。さあ、行きますよ。ミカ編の、釘抜き入手、かな?こう行ってからの、ん?複数回ドアをタップしましょう。この際逃げ道は上のみですが、扉が凍っていて出ることができないので、そんなの聞いてないんだけど。じゃあ戻りましょう。ほんまに?本当ですかい?ダメじゃん。複数回以上叩いてるけど、これ。ほら、もう連打してまくってるよ。扉が凍っているのや、どこ?ここですか?取っ手がないとこ。これ違うじゃん。どこ行き、待って。
わかんない。未可変、釘抜き入手、そして、うんふんふん、冷蔵庫の鍵、冷凍庫か。はい、冷凍庫に入ります。奥に進むと光っている場所がありますが、調べると、凍った鬼なんて読むの、襲ってくるので、アイテムを取る前に右に置いてあるお鍋を下の画像の場所に動かします。はい。その後、釘抜きを入手し、うまく逃げましょう。ああ、そういうことか。ぐるぐる回るみたいな感じ？こういうことだ。こう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 、これだこれだ、オッケー。はあ。で、どっち来る？どっち来る？どっち来る？君どっち来る？右！左！来たよ！あ、よく、オッケー、オッケー。凍っている！複数回！お、来た！やった！さっきの複数回じゃないよ。あれ、複数回じゃないよ。何入手したっけ？あ、釘抜きだ。オッケー、じゃあここまで来たんで、もしよかったら皆さん、飛ばしてください。釘抜きを使った、オッケー。お、給食トラック、見えなかった、見る前に閉じてしまった。あ、ちゃんと水が出た。うんうん、出るんだね。はい、セーブしたい。ファイル7。ああ、もう汗は出てないけど。給食トラック。こっちは行けないのか？だから、こっちか？違うね。あ、間違えた。こっちかな、もしかして。鍵がかかっているだからこっちかな。あ、凍っているだった。あ、これは難しすぎるよ。簡単なんだろうけど。こっちかな。オッケー。わあ、なんかありますね。なんもないですね。あ、こっちに来たんですか。こっちに来たっぽいので、おっと、土鍋を手に入れた。なんでいるんですか、あなた。今、全身に上から下に鳥肌来たよ。どっち行けばいいんですか、あなた。あ、待って、これ待って、罪ではないことを祈ります。やばい、詰んだ。こんにちは、本当、来ないでお願い。いやー、本当にあれはびっくり。誰もがびっくり。わ、すっごいミカ、あ、間違えた。ミカいるじゃん。いきますよ。ここで、あ、違う、もうこれ行ったのか。行ったから、こっちです。給食トラックの入り口。これで、いるから、どっち行けばいいんだ？すぐこっち行って、あっちに行く。オッケー。よいしょ！行くよ！はい！はい！あ、ダメだ。オッケー！すぐこっち行く。ちょっとこっち行こう。こっち行きたい。もう無理だよこれ。なんでこれは厳しい戦いですね。すぐに上へ行けばいいのか。これで
こうすぐにいるから、土鍋この何だ、青鬼から逃げるのがなかなか難しいんですよ。歩いてくるの結構早い。あー間違えた。違う違う、まっすぐ行っちゃダメなんだよ。何回死ぬ気なんだよっていうね。だからギリギリまで、ギリギリのところまで行ってセーブしましょう。じゃあ今日はこれを逃げ切ったら終わりにしましょう。さあここでセーブを、ファイル7、あ8だ。 OK 来た。ん？ OK。 これで行くよ。はっ、たたたたたたた、多分、じゃあ下、多分じゃない、下行こう、下行こう。すごい噛みまくってるけど大丈夫。こう冷静に冷静に行こう。はい、冷静に。そこで 20% になりました。いやこれすごいタイミングだよね。今の見た？みんなこれびっくり。よし、いきますよ。ちょっともう静かにいくよ。はい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 、キルキルキル、間違えた。曲がる時が早すぎた。よし、ではではでは、セーブをいたしましょう。はい、今日はこんな感じで終わろうかなと思います。もうちょっとこれは、もう難しすぎる。もう逃げるのがね、難しい。ってことで終わりましょう。もしよかったらチャンネル登録、高評価ボタン、コメントもお願いします。パソコンやスマホの方はですね、この画面の右下にチャンネル登録ボタンがあるんで、そこをクリックして、したら、チャンネル登録ができるので、よかったらお願いします。あと高評価ボタンも押してってね。じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバイ。